プロブレマティカとは、古生物学において、由来の特定できない化石を指す言葉である。日本語では、未消化石、疑問化石、所属不明化石などとも呼ばれる。微化石の場合は特に、マイクロプロブレマティカと呼ばれる場合もある。プロブレマティカの一例マウソニテスプロブレマティカは、生物に由来するものと推測されるが、その分類学的位置づけが明らかでなかったり、禁煙種さえも、 類推不可能な化石である。あるいは、そもそも化石ではなく、無機的要因で生成したことが疑われるものもある。プロブレマティカが詳細不明であるのは、もっぱら化石自体の本質的な特徴に理由があるのであって、化石が破損していたり、二次的な編成を受けたがゆえに、情報が失われて同定が困難となったものではない。発見当初に、プロブレマティカとされていた化石が、 後の研究の進展によって同定される場合もある。例えばこのドンとは、プロブレマティカの一例であるが、クリダグナサスなどの原始的な脊椎動物の歯であることが明らかになった。また、従来は多くの生根化石がプロブレマティカとして扱われていたが、これも生根を生成する動物群の解明とともに、生根化石として別途扱われるようになっている。ありがとうございます。